こんにちは、社長吉井の吉井です。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、視聴者さんからお問い合わせがありましたので、ご要望のですね、動画を撮影しております。このね、刺繍ミシン。刺繍ミシンで、刺繍をするときにですね、まあ、これ、刺繍枠って言うんですけれども、こうちっちゃいね、刺繍枠。刺繍枠に、まあ、生地をはめ込んで、刺繍を刺すっていうわけなんですけれども、まあ、これね、50mm×50mm の刺繍枠なんですけれども、この枠に入るサイズ。まあ、そのデザインに合わせて刺繍枠を選ぶ。逆に刺繍枠がこれしかないからそれ以内に済むサイズの刺繍デザインをデザインするっていうことになるんですけれども、今回は刺繍枠より大きいサイズのデザインのものを刺繍するにはどうすればいいかっていう質問についてちょっとお答えしたいなと思ってます。すいません、ちょっとねお話長くなるかもしれないですけど、まず刺繍枠についてご紹介をしたいと思います。スタジオヨシチャンネルにね、よく登場する、刺繍ミシンっていうのはですね、ジャノメさんのセシオっていうですね、僕が持ってる11500っていう機種と、11000かな、ちょっと3台ぐらい持ってるんですけど、すごくね、古いミシンなんですよ。古い刺繍ミシンなんですけど、まあ、正直なところね、最近の刺繍ミシンとか、あと職業用ミシンとかあるじゃないですか、針がいっぱいついてるやつとか。まあ、いろんな僕ね、刺繍ミシン試したことあるんですけど、今ね、このね、セシオの11500がね、一番優れてるっていうか、一番使いやすいっていうか、僕の感触なんですけど、使いやすいなと思ってちょっと愛用しているっていう経緯はあります。僕が持っているねこの機種のね、枠っていうのがですね、これはね一番ちっちゃいやつ、小枠 FA、 小さい枠の FA っていう型番で、50mm×50mm、5cm×5cm ですね。でこれのもう一個大きいのがこれなんですよ。これが標準 ST っていうのかな、標準枠です。126mm×110mm で、これがスタンダードでいつもよく使う、使いやすいサイズなんですよね。もう一つ上はですね、これは大型、大枠か、大枠 SQ っていうですね、 20cm×20cm の大きな枠になってます。と、もう一個大きいの、もう一個大きいのがこのね、特枠っていう、特別な枠っていうやつで、特枠のこれね 20cm×28cm なんですよ。でさらにここにスライダーついていて、こうなんだろう、わかるかな、これ表現できるかな、ね、一回ここで刺繍するでしょ。でね、一回ねスライドさせるんですよ、こうやって。で幅広くできるって、この稼働する幅のサイズだけ大きく刺繍できるタイプになっているので、結構これ大判刺繍ができるタイプになってます。もうこんな感じで僕が使っている刺繍ミシンには一応ねこの4つのサイズが使えるので、これを駆使して僕は作品を作っております。で特にねこの標準枠 ST ってやつがですね、かなり重宝するのと、あと僕3台ぐらい持ってるんで、これはたくさん持ってます。あと他のね大きい刺繍枠も2本以上は持ってるんですけれども、結構ね複数台持つとね結構便利です。刺繍枠も必要なんですけど、結構便利ですよ。でこんな感じでですね、刺繍枠って結構種類が多いので、小さいものから大きいものまで刺繍するっていうことが可能なんですね。で今回のお問い合わせなんですけれども、まあ大判刺繍、大きなデザインの刺繍をする際も、そのまあ僕の場合はこの一番大きな特枠っていうのを使ってしまえば結構こと足りるたりするんですけれども、この、まあ、枠をねたくさん購入するのって結構ね費用かかるんですよ。これだけでも5、6000円とかするので、まあ、大きなね刺繍枠を買わなくても、小さな刺繍枠で刺繍できればいいじゃんっていう話の今回のお問い合わせなんですよね。要は大きいデザインを分割して刺繍する、小さい枠で分割して刺繍するっていう方法なんですけれども、まあ、その方法としてね今回の動画をお届けをしたいんですけれども、まずね刺繍データっていうのをですね作成しないといけないので、ジャノメミシンをお使いの方はねデジタイザーっていうソフトウェアが必要です。僕持ってるんですけど、まあ、過去にもね、このチャンネルでご紹介をさせていただいたことがあるんですけれども、ブラザーさんをご利用の方はですね、確か刺繍プロとかいうソフトウェアがあったと思うので、そちらでもおそらく作れると思うので、ぜひ情報を探してみてください。僕はですねジャノメのデジタイザーの方法について今回の動画ではご紹介できればと思います。
データを作った後に実際に枠をどのようにセットしていくかっていうところまでですね、動画に収めておりますので、ぜひ最後までご覧ください。収集データをね、作っていこうと思ってるんですが、収集データ作成はですね、ジャノメのデジタイザーというですね、ソフトウェアを使用します。で、今回試すのはですね、まあ、T シャツの前の身頃、前身頃のこの胸の部分にですね、スタジオヨッシーのロゴをですね、ちょっと刺繍してみようかなと思っております。で、わかりやすいようにちょっとサンプルを作りましたんで、ちょっとご覧に入れたいと思います。はい、これがね、一般的な、まあ、T シャツなんですけれども、 M サイズぐらいかなの写真をちょっとね貼り付けてます、デジタルさんに。で、ここの前身頃ですね、この胸の部分にスタジオヨッシーの文字列をテストで刺繍してみようと思ってます。文字列ですね、文字列なのでレタリングモノグラムのレタリングで、スタジオヨッシーの文字列をちょっと入れますね。スタジオヨッシーで挿入ですね。で、フォントはお好きなフォントに変えていただいて、サイズがね、だいたい胸のところって、まあだいたい30センチ幅未満にするんですよね。30センチ切ってると結構この脇のところまで切ってしまうんですよね。だいたい肩幅って M サイズだと40とか45センチとかあるんですよね。なので、まあ、20センチだとこのぐらいになるもんね。25センチぐらいでいいんじゃないかな。なので、この、文字列のこの幅、今これ72ミリだから7センチですよね。ここに、ね、250にちょっと変えますね。と、このサイズになりますね。まあ、まあまあいいんじゃない。で、これを、まあ、ちょっとこれね、お腹付近すぎるので、これを、まあ、大体ね、首の襟ぐりのこの、ところからだいたい8センチぐらい下に来るのがだいたい一番いいんですよね。そういう時は、測定ツールでちょっとこの首の下から、7、8センチもうちょっと下だね、この辺だね、あとちょっと下に下げましょうか。まあ、これはね、後で実際に刺繍する時にうまく合わせていただきたいと思います。実際に刺繍枠を表示させるとこんな感じになるんですよね。もう思いっきりはみ出てるじゃないですか。で、これをですね、どうやって、分割するかというと、このデジタイザーだとですね、ここにマルチ刺繍枠っていうのがありますので、これをクリックします。これがね、マルチ刺繍枠モードなんですけれども、見てわかると思うんですけれども、これがね、スタンダード ST っていう枠の刺繍ができる範囲なんですよね。見事に刺繍入ってませんよね。まあ、ここにいろいろね、こうメニューがいっぱいあるんですけれども、一番手っ取り早いのは、ここの自動的に刺繍枠を追加っていうボタンがあるので、ちょっと救急車来たので、ちょっと待ってね。はい。ここにね、自動的に刺繍枠を追加っていうのがあるんですね。で、これをクリックします。見ててくださいね。クリックします。はい。そうすると、刺繍枠が2つの枠になりますよっていう自動的に配列をしてくれました。これで OK します。で、さっき文字黒かったじゃないですか。ちょっと1個戻しますよ、前に。ほら、黒はですね、枠に入ってないので刺繍できませんよっていう、囲われてませんよっていう意味なんですよ。なので、さっきのこの自動的に刺繍枠っていうのをクリックすると緑に変わります。緑は刺繍枠に収まっているので刺繍ができますよっていう意味なんですね。なので、これで OK なんですが、僕個人的にこの赤と青の枠が若干ずれてるじゃないですか。それが気に入らないので、僕はですね、いつもこの、まあ、例えばこの青い枠ですね、青い枠をちょっと上に上げてこの赤に合わせる、大体でいいんですけど、これで両方入りましたよね。で、これでですね、もう分割終わりなんですよ。で、これを、どんな感じで、まあ、型紙っていうかね、レイアウト図っていうのを作るんですけれども、まあ、この、全貌を見るには、ここに、プレビューっていう、プリントプレビューがあるので、これをクリックします。そうすると、こういうね、プリントプレビュー、印刷プレビューモードになります。で、ページが、何ページになってるのかな、3ページかな。この赤い枠が枠1ですよね。青が枠2です。で、ここにね、のりしろがあるんですよ。
11これ10時になってる22になってるでしょ、こことここを合わせるんですよ、こことここ印刷してですね、合わせると型紙になります。で次の3ページ目これですね、これは枠のこの順序なんですよね。まず1番目の枠でこれを刺繍します、2番目にこれを刺繍しますっていう意味なんですね。これをプリンターで印刷します。印刷して糊しろを合わせてつけて、で一つの大きな型紙にするんですね。でそれを使って実際に T シャツに当ててですね、位置を決めていきます。ではですね、これを、まずですね、印刷をして、型紙を作ります。このデータ、このデータは2つになります。このデータを、USB メモリに転送します。で USB メモリに転送し方はこの書き込みというのを押していただいて、でいつものように、USB に登録をして、刺繍ミシンで呼び出します。はい、こんな感じですね。1と2っていう風に分かれました。まあ、クリックするとね、画面で表示されるんですけれども、このデータとこのデータ2つですねを USB にここで全て書き込みボタンを押すと、保存先が出てくるので、そこに、保存をしてください。では印刷をしてですね、型紙を作っていきます。はい、これがですね、印刷した設計図になりますね。デザインワークシートっていう風に書いてあるんですけれども、これをね、貼り合わせるんですね。ここに1っていうの、10時に111って書いてあると、10時に222って書いてあるでしょ。でここのこれ同士をですね重ねるんですよ。これ同士をそうすると型紙になります。でこれをちょっと貼り付けていきますね。ざっくりなんですけどね、こんな感じで貼り合わせました。でこれが1枠目、これが2枠目、分割して刺繍をするということなんですね。でこれをまあ T シャツに合わせるんですけれども、じゃあ枠をどこにはめればいいんだよって話になってくるじゃないですか。でそういう、それはですね、この刺繍枠赤と青あるじゃないですか。それぞれの枠の中心はここに円と十字があるので分かると思うんですけど、ここが中心です。ここに穴を開けます。中心にですね、まず穴をちょっと開けますね、ぐっと。でこれ茶粉をね、ここで上にこう、後で T シャツの上にこの型紙のせいで茶粉ペンで印をつけるので、茶粉がこう映る、下に映るぐらいの大きめの穴がいいと思います。中心ですよね、青の中心。そうですね、あとこの長方形のこの各辺の真ん中、中心ですね、中心を点をつけていきます。この線の直線ですよね、に穴を開けます。まあここの今線入ってるとここですね、このラインですね、とこのラインと縦はこの辺かな、とこの辺、まあちょっと大きめのね穴を開けておきます。はい、こんな感じですね。今中心と上の辺と下の辺の中心、左右の辺の中心ですね、それぞれマークをします。マークというか穴を開けました。でこれでやっていくんですけども、まずこれがですね、このデザインの中心線なんですよね。これとこれがここですね。で実際に刺繍を入れたい T シャツを下に敷いて、でこれを置いていって、でそれぞれの印を茶粉でつけていって、そこに刺繍枠を合わせるというふうに作業をやっていきます。で実際にですね、T シャツを下に敷いて、いきたいと思います。今回刺繍する T シャツなんですけれども、一応あらかじめね印をつけました。襟ぐりのところ、中心から約8センチ下に降りたところが一番上に来るようにデザインのですね。で25センチ幅なので、このぐらいの、大体縦4センチぐらいかな、このぐらいのロゴが入るみたいな感じですね。でここに合わせて、先ほど印刷して貼り合わせたこの型紙ですね、をここに中心、ここに合わせます。でここの線が要はここの上のラインになるように来るので、まあこれね、ある程度
ぴったりまっすぐに合わせていただければ結構だと思います。ほんと気になる方はもうすごい測ってくださいね。僕は結構ざっくりつけます。このぐらいかな。何回かこうやってね確認していくといいと思います。この中心ですよね、とこの左右の中心点つくかな。ちょっとつかなさそうだったらちょっとこの後からこう押さえてあげてくださいね。はい、でこれに合わせてですね、貼っていきます。であらかじめ下にこう接着芯を貼るんですけど、べったり貼ってしまうと後で剥がしにくいので、とりあえず下に敷いていきたいと思います。使用する刺繍枠はこれですね。要はこれをこことここに2回ですねつけていくっていうことなんですね。でこれをつけるときはこちらをですね一応つけて貼るんですけれども、まずまずはちょっとここに下に入れなきゃいけないですよね。はい、ちょっと首から入れていきましょう。でここにこう貼るわけなんですけれども、貼るときに要はこの点を合わせなきゃいけないんですよね。なのでこれをちょっとここにこう合わせて、この点とここの点を合わせなきゃいけないんですよ。地味な作業なんですけどね、これね、と地味な作業にはなるんですけれども、このね線をねこの太い十字にこう合わせるような感じで、いや中心は解かないといけないので、いかがでしょうか、こんな感じでいいんじゃないかな。こんな感じです。で外して、でここに刺繍をしていくわけなんですけれども、一応ね刺繍しやすいようにこれをこう裏を露出させてですね、で一応ここにね刺繍接着芯を一応ここにこう当てて刺繍していきたいと思います。このね剥がせる接着芯があるので、これを適宜サイズぐらいに切って、でこのように当ててですね、でこのようにして刺繍枠、刺繍ミシンにセットして刺繍をしていきたいと思います。はい、一応ねこれねセットをしました。でデータを、読み込んでいくんですけれども、一応ねこんな感じでスタジオとヨッシーで2つにデータが分かれてるんで、まずこちらを呼び出して、でそれが終わったらこちらを呼び出します。まずこちらですね、はいこれですね。でこれをセットして刺繍をしていきます。今回はですね黒の糸で刺繍をしていきたいと思っております。それでは刺繍スタートです。はい、終わりました。それではですねちょっと見ていきましょう。一応こんな感じですね、できました。まあまあじゃないですか。で次はですね次の第 2番目ですねを枠をはめ込まなきゃいけないので、一回これ外します。外します。で一応この接着芯は、ま、剥がせるだけ剥がしましょう。これ後で綺麗にね処理したいと思います。で外して、であとここにヨッシーが来るので、またこれこのね点に合わせてまたこのこれをはめ込んでいきますよ。枠をある程度ポジションを作ってですね、で枠をはめ込むようにして、でガイドを置いて、またこれに沿って合わせていきます。引っ張りすぎずですね、引っ張りすぎずこんな感じでいいと思う。これでロックをしましょう。こんな感じですね。はい、
で、で次はまたここをね、裏がこう縫い合わさらないように逃がしてあげて、でまた下に接着芯を貼って刺繍をしていきます。次はデータ2を呼び出しますよ。データ2ですねの刺繍開始です。ではちょっと見ていきましょう。はい、できました。ちょっと外しますね。どうでしょうか。接着芯を剥がして、はい、こんな感じですね。どうでしょうか。うん、まあまあじゃないですか。もうちょっと大きくてもよかったかもね。25にしたんだけど、30だとこの部屋になるかな。まあまあいいんじゃない。まあ後ろにもね、これスタジオ用紙ってあるんだけど、表は黒にしてみました。と、糸端を取って、糸渡り糸を取って、あとこのね、あのアイロンかけて少しシワ伸ばしつつの、ちょっとやっていきたいと思います。こんな感じですね。どうでしょうか。はい、こんな塩梅でございますが、いかがでしょうか。ここね、襟ぐりね、で8センチ下のところにスタジオヨッシーの、まあ、ロゴといいますか文字列ですねを入れてみました。1回目と2回目で刺繍を入れてみました。こんな感じでですね、大きいデザインも分割して刺繍することができます。で今回はスタジオとヨッシーで分かれた感じだったんですけれども、例えば大きいイラストの刺繍だったとしても、そういうの分割ですることができます。で今回は別々で分けたんですけど、大きい絵とかのデザインの場合はちょっと重なる部分が出てくるんですよね。例えばこう、ここの部分と、あとこう重ねて3つでこうやったりする時があるんですよ。その重なる部分の処理の仕方っていうのもあるので、それはまたね、別の動画でですね、あのご紹介できればと思っております。今回は文字列で簡単なんですね、やり方をご紹介させていただきました。参考になれば嬉しいです。この動画参考になりましたら高評価お待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。